被災地支援、それのバックアップといいますか、裏方の方ですぐ支援活動を行っておりました。で宮城県内の方では、宮城県の社会福祉協議会さんのを通じまして、ボランティアセンターの支援で、こちら岩手県側の方では沿岸の行政さんの方の支援を行ってもらって、真っ先に入りましたのは、罹災証明のあたりで困っておりました、陸前高田市役所さん、あと大津市長の役場さん、そちらの方の罹災証明の発行のあたりからサポートのさせていただいたという経緯がございます。そのような形でもうどちらかと言いますと、もう完全にそちらの方の現場の方のやっておりまして、そちらの立場からの、発言という形でさせていただきたいと思います。で、もともと3105アーカイブスという形でやっておりましたが、こちらの方はあの同じく陸前高田市の高校担当当時された方々の依頼で、どうしてもあの今回の記録は高田の市役所としても記録として残さなくちゃならないと、だけど被災地の職員が多く亡くなったと、でとはいえ、被災地の住民対応の方をしなくちゃいけないと、でただ一方だから記録の方まで手が回らないと、なのでそこの部分をサポートしてくれないかというところの話の方でもともとスタートしたのが、3105アーカイブスプロジェクトの実は開始のきっかけでありましたと。で先ほどの国家図書館さんの方の図の方にありました、実はその方に入ってない理由がここにもう一個あるんですけども、あの当初からですね、あの自分たちのアーカイブプロジェクトっていうことの立場をあまり考えずに、被災地が落ち着きを取り戻すまでは代行しましょうと。で落ち着きを取り戻したら我々がその取りためたコンテンツで、それを地元の方に戻しましょうと。でその時にいろんな形で地元の方に使っていただけるように権利許諾を取る時に、できるだけあの柔軟な形の権利許諾を取った形でお渡しすることによって、その後利活用の方しやすくなるでしょうというところの方をむしろメインに置いた形の活動の方をさせていただいておりましたというのが、なっております。でそれとですね、もう一個、この丸ごとアーカイブスっていうあのちょっと変な名前の状況でもあるんですけども、まさに今生きている我々が重要とか、これはまあ重要じゃないよねというような思うことを、本当にこれがそのまんま、30年後50年後100年後の我々の子孫に該当する方が見たときに同じ価値観になるかというと、そうではないんじゃないかという話がありまして、我々が実は見ようとしているようなものの中に実は貴重なものが映っているですとか存在する、そういったこともありますので、もうとにかく残すものをできるだけ限定しないと、でいろんなものを丸ごとそのまま残すことが重要だろうというところから、実はこういった名前の方をつけまして、プロジェクトのスタートしたという形になっております。でプロジェクトの方は13のプロジェクトとか当時走り出しておりましたけども、もう今ほとんど、収束の方しておりまして、少しずつ今、今回のように、先ほどの、まとめの話がありました、例えば熊谷様ですとか、まさに今度あの岩手県の方でもなんか少し動きの方があるようなので、そちらの方のプロジェクトの方で終わった段階できちんとそれぞれのところにバトンタッチの方できたらなという形で考えております。それで、今回あのお配りさせていただいた方にもこの3つの方を書かせていただきましたけれども、おそらく今回 の, あのシステム側のお話になりますと、羽沢さんの方の発表とぶつかるかなと思いまして、少し実は外しておりまして、どちらかといいますと利活用の面の方からの視点の方で今回ちょっと出させていただきました。で、アーカイブの構築にしてのまず法律関係の話、あとその標準という形のもの、あとその震災アーカイブとかデジタルアーカイブって関するもの、そちらの点の方は私の方から逆に皆様の方に、話題提供といいますか、議論の一個のネタとしてご提供しようかなと思っておりました。でもうお時間のないのでもうさらっと言ってしまいますけども、法律関係、例えば今あの、著作権法ですか、個人情報保護法、情報公開条例とかいろんなものございますけども、例えばこの今クエスチョンマークでもつけましたけども、こういったパッと見たときに具体的にどうなのって言ったときの答えって実はグレーなんですね。とても法律的にもこれが白か黒かっていうのはなく、
限りなく白なんだけど実は 100% じゃないとかねいう話が結構多いなっていうのがまだ今の状況でありますと。こういったところまさにこの後どういった形で解決できるかってことを実はちょっといろんな方と議論したいなというのが1点目。2点目、標準なるものの不在っていうタイトルつけさせていただきましたけども、まさにいろんなそのシステムの方あるんですけども、実はこの標準としてなるもの実はあんまりなくて、いろんな方々のいろんな創意工夫の中でなるシステムがよく多いんですけども、これが本当のあり方としてどういった形の方が今後我々のこの体験とか記録を本当後世に残せるのかというところを考えには、一回これもう一回立ち戻った方がよろしいんじゃないかと思っています。まさにここのが羽澤さんのまさにスモールスタートというのが一個の手かなというのが正直思っております。で、3番目、こういった形の方でそもそものところでさらにあくまで何ぞやとですとか、あるべき姿どんなのとか、コンテンツに関することですとか、まさにその審査アーカイブ、デジタルアーカイブのゴールっていうのは一体どうなんだろうかとか、いったこの根本的なところの話もぜひ皆さんと一緒に議論できたらなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。小島さんとは私は震災以来の付き合いなんですけど、多分震災支援関係で一番最初に知り合った支援関係者の一人、ですね。それでは、残り討論に入っていきたいんですが、まあ、冒頭言ったようにですね、いろいろ語り尽くせない、話題はたくさんある、簡単には語り尽くせないぐらいで、とりあえず本気でやったら一晩ぐらいは余裕でいけるテーマなんですが、しかしもう残り20分なんで、はい、もうここからいきなり巻いていきたいと思うんですが、ちょっとここからですね、ぜひ皆さん のパネリストの方のご意見を伺いたいんですが、よくある、パネルの形はお一人ずつどうぞっていう形ではなくて、私からいくつかちょっと話題を振りますので、ぜひですねそれに対してちょっと思うところがある方は、大喜利方式で答えていっていただければと、これですねなかなかちょっとセンシティブな話題かもしれませんが、ちょっと私としても大変不本意な報道が先日ありました。東京新聞で国会図書館がやっている震災アーカイブ事業は被災地に直接貢献していない無駄な事業であるというふうにかなり名指しで、防衛省がイランヘリコプター買ってるのと一緒に同列にして論じられました。で、私自身、国会図書館のこの事業にかなり関わってきています。私は総務省側で震災アーカイブのガイドラインを作る委員をやっていました。で、私は大変心外だったし、こんなふうに言われてしまうのかということを大変腹が立ったんですけれど、この件についてどう思うかというよりですね、じゃあそもそもこの震災アーカイブってその被災地に本当に直接的に役に立つものなのかどうなのか、この点に関して、皆様ご意見があればまず伺いたいんですけれど、はい、東京新聞の先週ぐらいですかね、先週の日曜日の朝刊でそのような報道がありまして、我々としてもかなり戸惑ってる、戸惑いを感じたところでありますけれども、ひなぎくの目的っていいますのは、先ほどご紹介させていただきましたように、震災の記録を国全体としてしっかりと、保存をしていかなきゃいけないと。で、その上で膨大な記録を全国で、国内外問わず共有できるような仕組みが必要だということで作ったものでございまして、次の災害の備えに生かしていくための仕組みの一つとして我々構築運用しているものでありますので、その趣旨を十分に理解をしていただけなかった報道だったというふうに思いますので、そこは非常に大変残念な記事だったなというふうに思っております。はい、他いかがですか。そもそも震災アーカイブというのは被災地に直接的に役に立たないものなんでしょうか。これ構築に関わっている方々は逆に発言しづらい部分もあるかなと思うんですけれど、小島さん、はい、はい、私自身はですね、あえて壇上の、ね、座った立場なんで、ちょっとあえてちょっと逆の方向の立場からちょっと話してみたいと思いますけども、私自身は今回のやつは意味があるかないかって言われたやつに関しては全体的にはあると思っています。で、ただ今回 の東京新聞さんの報道のやつに関しましては、私自身が報道を見たときに
ああ言いたいとこついたなと思ったのが、記録をまず残すことの重要性、そこの話と多分現場レベルで見た時の利活用のお話、あそこのところにまだちょっと開きがまだあるなと、でそこの開きのところをまさについてきたのが記事なんだなと私は個人的に思って読んでおりました。なるほど、はい。他よければちょっと次の方に行きたいんですが、まあ、この問題ですね、確かに小島さんの言われるところも確かにその通りで、実際その総務省なんかでも、ガイドラインのワーキンググループの中で、まあ、それこそかつてないことだと思いますけど利活用だけを考えるワーキンググループすら開かれるぐらい、まあ、かなり議論は突っ込んで行われてはいたんですが、確かにまだまだこの部分課題もあるのかなと思います。ただまあ今日一つですね、まあ、この一連の経緯の中で言えば明らかにしておきたいなと思うのは、まあ、やっぱりそれ意味があるでしょうということなのではないかなと思いますし、同時にそこに請求に意味を見出す議論をするべきではないという気もします。例えば私自身の経験で言いますと、稲葉陽子さんたちが作ってきた震災文庫がどれだけ役に立ったか、いや震災文庫の中にある西宮市立の図書館の復旧の記録、これを当時東日本地域で被災して困っている図書館の人に提供して大変感謝されました。つまりどういうものがないと倒れた本棚を復旧することができる、できるのかできないのかと分かんないわけです、実際いきなり直面したら。だからそれは20年ぐらい前にそれを取っておいてくれた人たちがいたから、まあその時役に立ったわけですよね。でそれはある意味それをアーカイブした時点において、これがいつの日かどう役に立つかなんてことはある意味分からないわけです。でもそれは結果的にはまあ役に立ってくるわけですよね。でそれはまあ今回その今の例で言えば阪神淡路のケースが東日本に役に立ったということですけれど、おそらくそれは東日本においても多分直接的に被災地に役に立つということもあり得るんではないかと思います。でそういう意味ではまだアーカイブという取り組み自体が何のかんの言って始まってまだ新しい部分がある中で、あまりまだその性急な評価をするべきではないのかなという気がしています。むしろ真価が問われるのは、次に大きな災害があったときにこの震災アーカイブがどう活用できるのか、あるいは次にまた東北で大きな災害があったときにこの震災アーカイブがあったことが明らかに減災いや防災につながっている、人命救助につながっているという結果を出せるのか、そういう点を見ながらやはり議論しなくてはいけないのではないかなと思っています。はい、じゃあもう1、2本ぐらいいけるかと思うんですが、実際にこのアーカイブのまあ取り組みの中で、まあ、いろいろな場面で関わ私自身も関わっていて思いますけれど、どうしてもまあこういうある意味対立構造があるのかなと思っています、まあ、対立構造という言い方は少し大げさかもしれませんが、これはさっきの丸ごとアーカイブスの話とあるいは国会図書館のアーカイブの話なんかある意味非常にここに大きく関わってくると思うんですけれど、さまざまなアーカイブ活動がある中でそれ自体はとても良いことだと思っています。でそれはさまざまなコミュニティの単位で行われていく、例えば岩手大学さんであったり、先ほどの熊谷さんの話で言えば宮城県さんという取り組みがあったり、あと 3.11 丸ごとアーカイブスの場合はもうちょっと小さな単位ですよね、市町村基礎自治体というような単位で行われています。あるいは岩木明星大学さんのように、まあ、大学単位っていうような取り組みもあると。でこういったものをですね、まあ、より活用していくためにはある意味ひなぎくのようなこうナショナルアーカイブ、まあ、ただこれはその国に全てをアーカイブするというよりは連携する仕組みをまあ作りましょう、まあ、もうすごく平たく言えば Yahoo や Google のような検索エンジンをこの分野に限定して作っておくようなそういう仕組みを作りましょうという考え方が一方であります。私は比較的それを主導する立場にいました。それに対してそういうのはやはりある意味国家権力的な地域のある種ヒストリーの吸い上げであるという考え方もあります。でこれはある意味民族学的な観点からしたらそれはそれですごくよくわかる主張ではあるんですけれど、まあ、これどっちが正しいというわけではなく正直それぞれにその言い分その妥当性というのは合理性はあるんですが、これにどうやって折り合いをつけていけばいいのかといったあたりをぜひ、実際にこの4年間、どなたもこの、ある種ジレンマに陥ったことがあるんじゃないかと思いますけど、何かお考えのところがあればお教えいただけませんでしょうか。これもどなたからでも。はい、浅田さん。そうですね、まあ、情報を吸い上げるのかっていうのはなんか非常に
そうですね、まあ、そういう見方もあるんだなということでお聞きしていましたけれども、でもやっぱりそういう吸い上げる仕組みっていうのはやっぱり必要で、まあ、いろんな人がその、まあ、いろんな情報をその一定のその物差し切り口で、探してまあ、尋ねていけるその仕組みはやっぱり必要だと思うんですね。 でも一方でまあ、さっきの民族学的な視点の部分も確かにあって、いやじゃあそのじゃあじゃあそのシステムに合わせて、まあ、仕組みを全部作れっていうのかっていうのがさっきの後者の方のお話だと思うんですけれども、まあ、それはまあ、現実論無理な話であって、で合わせればそのまあまあ、データ化できない情報がわんさか出てくるということもやっぱりありますので、でも大事なのは、まあ、両方あってやっぱり叱るべきで、でもその中でまあ、それをまあ、きちんとこうまあ、拾ってこれる、こう探していける、見つけられるっていう仕組みを作ることがやっぱり大事なのかなと思っています。はい、ありがとうございます。他の方いかがですか、思うところあれば。あ、どんどんどうぞ。はい、竹内さん。すごく難しい問いかけだというふうに思いますので、まあ、正しい一つの答えがあるわけじゃなくて、私も波佐さんおっしゃられたように両面あるかなというふうに思っています。でまずは地域の記録につきましては、その地域の中でしっかりアーカイブして保存して地域の記憶として、まあ、活用していくことが重要だろうというふうに思います。で地域のコンテクストの中、まあ、文脈の中で